たよさっき。おいモリア、モリア何してんだよモリア。おいモリア聞いてんのかこら。おい、忘れてたよこれ。まったくさ、あー参った。久しぶりに来たよな本当な。いやーマジで、いやーこれは楽しみだよ。やっぱねこのもうネットとか飽きたもん。ネットなんかでやったって面白くないよ。やっぱり本場に来ないと面白くないからね。というわけでじゃあ行きます。祭り林がっと、よし今日こそはもう、あれ長井はあれだったな、長井は今日出てないんだっけ。まあ誰でもいいよね帰ればね。いや久しぶりだわ、本当に久しぶりに来た。というわけでですね、川口オートレースと言ったら、私黒ずきんと言ったら入り口正面入ってすぐ左にあります佐藤さんでございますね。もうナッツも食べたくてしょうがなかったんだよこれ。そうイカゲソね、お前ゲソばっかり食ってるだろって話ですけどね、うまいもんなんでしょうがない。そうちくわの天ぷら、わあ今日はねメニューいっぱい豊富にありますよ。はい鮭150円、梅、明太子、おかかスパムと、私スパムおにぎりが大好きでございます、沖縄大好き。はいそしてこれからこちらですね、このコロッケパンもあると、コロッケパン、そしてハムカツパン、ワッフルもあると。ね、やっぱりね本場でご飯食べながらレースやるのがね一番楽しいですからね。そして、佐藤さんの名物と言いましたらこちらでございます、あいがけ丼でございます。はいあいがけ丼ねいいですよ本当に、もっとねよく食べられますからね。はいラーメンも佐藤さんね有名でございますから、喋りまくりましたがこれはね案件ではございませんよ、私が好きで勝手に紹介してるだけでございますからね。一度きりということでですね、川口オートレースに来た際には入り口正面入ってすぐ左の佐藤さんよろしくお願いします。それでは早速実食したいと思います。はい佐藤さんです。イケメンの社長さんがねやってらっしゃいましたね、女性ファンの方ぜひ必見。あ、黒川来たぞ黒川。はいというわけでですね、佐藤さんと言いましたらイカゲソ、私こちら大好き。そしてちくわの天ぷら150円、イカゲソ220円、はいそれからコロッケパンね、こちら120円、はいそしてこちらが、ノンアルコールのハイボールになります。はいノンアルハイボール300円でございます。じゃあこちら早速ギャンブル飯食わせていただきます。いただきます。あでも食べたかったんだよこれ本当に。では早速実食です。イカゲソいいっすね、オートバイの音聞きながらハイボール飲んでね。これ揚げ物、うん、揚げ物は運気を上げるという意味で、こういった公営競技のレースのとこにあるらしいです。まあとにかくね脳がきゃいいから食いましょう。うま、音聞こえる？はあ、激うま。うまうまい。じゃこれ食って
ね、このハイボール最高の組み合わせ。うめえ。ようやくゲソフライを食べ終わりました。そしてこちら、ちくわ、ちくわのね、あの天ぷら、サクサクで美味しい。やばい、ほんとうまい。決めた、身代わり大輔にする、ね、身代わり大輔。松坂大輔も引退したことですし、永井大輔選手は昨日視聴者の方から聞きましたよ。大輔、お前1号車で飛んだって話を聞いたぞ。ということで今日は大輔、真中大輔選手を応援していきたいと思います。よし、勝つぞ本当に。はい、というわけで私、真中大輔選手ね、それから高橋義弘選手入れたボックス買おうと思います。久しぶりだの券売機。相変わらず川口の、あーすげえなこれ。なんか強者たちが夢の跡っていう感じがする。まあね、なんかね、あんまり買いすぎてもあれだからね。ボックス、はい、5、6、7。あ、もうこれ硬い、もうこれ勝った、これ勝った、間違いない、これ勝った。なんか買う前から外れ車検がいっぱいあるんだけど。券売機から黒ずきんにご挨拶を申し上げます。久しぶりですね。ようこそ養分川口信用金庫へいらっしゃいました。ご存知だと思いますが、当行はあまり払い出しをしません。川口オートレースへようこそお越しくださいました。本日もたくさんお金を使ってくださいますようお願い申し上げます。皆様どうもこんにちは。50女の演歌飯、黒ずきんが行くの黒ずきんでございます。ようやくね、川口オートレースがね再開されたということで慌ててまいりました。今日は1レースを買いたいと思います。身代わり大輔ということでね、はい、真中大輔選手、そして黒岩選手、高橋義弘選手。硬いだろこれね、はい、頑張っていきたいと思います。イエイ。大丈夫だろこれ、大丈夫だよね、大丈夫なんだよね。まあお前の大輔、永井大輔は伊勢崎なんじゃないのっていう声が聞こえてきそうなんですけれども、はい、ちょっと伊勢崎にはね行けないので、今日は川口オートレースに来ました。やはり川口の養分としては、川口オートレースがね緊急事態宣言が明けまして、ようやく本場開催という運びになりましたので、私馳せ参じました。さあいよいよ第10レースが始まろうとしております。どの選手が人気かということをね考える前にですね、私大輔という理由だけで真中大輔選手を購入させていただきました。はい、真中選手、黒岩選手、高橋義弘選手の3連単ボックスでございます。これ来ればでかいですからね。そう、ギャンブルは始まるまでが天国でございます。皆様お手持ちの車検をよくお確かめになられて、天国にいる気分を味わってください。さあいよいよ青灯、小灯、ランプが消えます。スタートまでは3秒切りました。第10レーススタート。真中大輔行け、こらー行けー。あれ、おい真中行けよ、真中、真中突っ込め、真中、よし真中大輔。あれ、ちょっと待って、真中はいいんだけど、よし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 、4号、あれ、平川抜けないね、あれ、おーい、もうふざけんで、ドンケツの方走ってんぞ、7が。おい黒岩、お前スタートだけだったらいけないぞお前。黒岩、秋田。
だから嫌なんだよ、オートレスで負けるからさ、本当に。2はないって、1もない、2もない。おい、行けよ、こんな。あれ、何やってんだよ、もう。あれ、だから7が、おい、よしひろ、こら。あーやだ、あーやだ、本当にやだ。だから2がないって、もう、いや、もう本当にや、2がないんだよ、もう。はい、終わった、はい、終わった。なんだよこれ、毎回これか。またやられた、本当に。あーやだやだ、本当に。マナカもともかく黒岩も、おい、マナカ、マナカ、おい、黒岩、ヨシヒロ、お前ふさげんな、おら。はい、というわけで負けました。あー、ヨシヒロがダメだったな。だよ、ヨシヒロ、お前本当に、お前競輪の村上ヨシヒロがすげえ頑張ってるぞ、本当。はい、ハゲた、はい、ハゲた。おーい、ステノスケ、お前元気だった、元気だった、元気そうだな、お前な。今日は何を食べてんのかな、お前の大好物の、お前ハズレ車券がいっぱい入ってんじゃん。おい、見たよこれよ、真中は合ってたのに、黒岩待ってたのにさ、平川買ってなかったって、もう悔しい、本当にもう、ふざけんな本当もう。ああ、また開けたよ、またお前に流行っちゃったよ。578578578578。やっぱね、穴狙うと思ったら森坊しかいないからね。よし、勝ったよ、さっきは日高は。よし、頼むよ券売機、次こそは私に当たりをくれ。私、車券を購入させていただきました。鈴木選手がスタートが早いということを常連の方から伺いましたので、鈴木選手、そして森坊こと森谷隼人選手、そして中村雅人選手のボックスでございます。それね、森谷選手来たらでかいですからね、多分雅人選手から売れてるはずなので。しかしこの締め切りの音楽を聞くと、なんか家に帰ったっていう気分になるよね。あー、オートレースって最高、勝てばね。あ、いよいよ12レースが始まろうとしております。私、5番7番8番で車券の方を購入させていただきました。1番人気はもちろん中村雅人選手が人気でございます。
さあギャンブルは始まるまでが天国、始まってからはいつも地獄でございます。さあ皆様お手持ちの酒をよくお確かめになられて天国にいる気分を味わってください。さあ青島諸島ランプが消えます。スタートまで3秒切りました。12レーススタートです。森ボー行けゴラー、森へ行け、森へ行け、わざと行くの分かってんだよ。578 578 578 578 1消えて1消えて1消えて、おーいおーいおい森や森や、森も行け森も578 578、あれれれれれれ1番、よーし、いけ、あーもうダメこれ、1が乗かないと、ごめん、143どいてー、だから1はないって、1はない、4もない、4もない、4もない、1もない、3もない、勘弁して、おい、あー、まさと来た、やっぱさすがまさと、おーい、なになにこれ、また負けたよこれ、なんだこれ、マサト本命だからさ、マサト強えな、やっぱさすが元ボクサーだな本当に、あーやっぱマサトだ、すげえわ、 GP ライダー本命、応援しなかったら GP ライダー、おはい負けた。なんすか GT ライダーって。青木。青木ですか。まああのままですよ。青木は GT ライダー。おいモリア。モリア。何してんだよモリア。おいモリア聞いてんのかこら。おい。ですね、これはね、上司で買うと普通は万張りなんだよ。え、万張り、万張りですかこれ、常識ですよこれ、常識、常識で3、常識で3ということで、私は非常識で負けました。あー、さっきのあれはすごかったじゃない。そうですよね、まあなんかそうですよね、あれ、取れるレースですよあれ。でも平川がなかった、はい、中村選手の圧勝でした。おめでとうございます。今日は28,000円の勝ちです。ちょい勝ちです。おめでとうございます。ありがとうございます。黒ずきさん頑張ってください。ありがとうございます。フェイドアウトしてる。ゴミ箱に行きます。はい、ステッカーどうでしょう、いかがでしょうか。最高です。最高です。欲しくて欲しくてたまりませんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございます。おい、どういうことだよこれは。え、どういうこと、これ当たりじゃないのこれ。またあいつのとこか、またまたあいつのところなのか。ああ、ああ、あまたお前のとこに来てよ、毎回毎回来るたんびにも、うー、悔しい、ふざけんな、ほんともう、もういや、ほんとに嫌だ。年がら年中西から東へフライのずっとこずっとこずっとこなずっとこずっとこずっとこなおしんちゃんのはいはいずっとこぶしだよ。あ、よいしょ。